大東会は中国信頼に発生した民間の自衛組織である。別名として、昆主党、鉄府山、金流省、人議会とも言う。会員は農民が中心で都市の手工業者、貧しい知識人、商商人などもいて、山東省、河南省、安岐省、チャンスー省に広がった。大東会は白蓮教の流れを組む。 民間宗教八家教の竹明組織として発足した。海外では、リモンと関門の二つに分かれていた。リモンは甲を竹呪文を唱え、刀や槍は持たなかった。関門は、壇上を設立して刀や槍の修行を行うという、宗教的な色彩を帯びた、武術結社であった。彼らは、呼吸法、霊薬、呪符を飲み込むことによって、不死身となり、 弾丸を跳ね返すと剣伝した。発足当初は日清戦争後の治安低下によってはびこった土肥に対する自衛組織として活動していたが、三島半島でドイツ・イギリスのミショナリー活動が盛んになると帝国主義政策を背景としたキリスト教会と闘争を行うようになった。百九十六年六月、チャンス賞三の大統会の首領法制戦は、 キリスト教徒とトラブルになり、三島省の総研や探検などの大東会に援助を求めた。三島省の大東会の首領、リュウシミスは、放滑ら林に群衆仙人を引きさせて三に派遣し、大東会は三の流包みや頭にあった教会を焼き打ちした。道山、豊県、昭賢など各地の大東会もこうしたが、 山東省とチャンス省の進軍によって鎮圧された。1897年7月、3の大東海は再度教会を破壊し、同山、豊川県の改修も放棄の準備を進めたが、またもや鎮圧されてしまった。一連の騒動に対する官の姿勢に不満を持ったメンバーは、1897年に三島省の総集で2名のドイツ人神父を殺害して、 艦を窮地に立たせることを画策し、大加谷事件へと発展する。その結果、ドイツによって、甲州案が占領されると列強からの、新国政府への外交圧力が高まり、平民と共民の争いが激しくなった。心霊を憑依することで都市で西洋武器に対抗できるという触れ込みによって、大東海武術の拳武士将が三島各地に作られ、神剣、 ただしは神権として大衆化していった。大東海の反教会闘争は、義和団の乱の戦区をなすものであったと言える。侵害革命の時には、大東海は、長津に、総協人ら革命派を支持している。1920年代の軍閥混戦期には、貴族、軍閥上勢理から村を守るために、大東海は再び勢力を増した。 また、河北での混乱を避けて、満州への移住が盛んになったために、満州でも結成されるようになった。そのため1932年に満州国が成立すると、大東海は、抗日機遊軍の一角を担った。ありがとうございます。